はい、ナンナです。ルルです。はい、この番組では沖縄県内のサブカルイベントの情報やお店のゲストさんを招いてサブカルについて発信していく番組となっております。はい、今日は収録放送となっておりまして、ツイキャスで生放送配信中となっております。皆様からのコメントをじゃんじゃんお待ちしております。この番組の提供はサブカルミュージックで舞い踊り歌い明かす琉球イベントサブカルの提供でお送りいたします。本日告知がございます。なんなちゃんどうぞ。はい、私6月13日サイバーボックスで行われる、はい、GFO というイベントに出演させていただくことになりました。イエーイ、すごい。まあ、プチデビルとでプチデビル、あ、プチディアブルだ。あ、イエス、プチディアブルディアブル、なぜかと思ったこれなんですけど、出てくるので、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ちなみにこのイベントにはね、僕マニアさんがね、初めてライブされるので、おー、すごい。で、チェキも販売をされるってことなので、ぜひね、もう取りたいですね。マウントを取りたいオタクはね、その日行くしかないよね。6月13日サイバーボックス、日曜日、よろしくお願いします。時間は、11時半オープンでございますんでね、ぜひ、はい、もう朝の9時から並んでください。では、はい、よろしくお願いします。はい、では行ってみましょうか。今日もドキ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 、みんな楽しみな素敵なゲストさんにお越しいただいております。では呼ばせていただきます。小春さん。わー、あー、小春です。お願いします。はい、ありがとうございます。では小春さん、お願いします。本日ありがとうございます。ご覧になられている皆さんのためにちょっと簡単にですけれども、何をされている方なのかということで自己紹介お願いしてもいいでしょうか。はい、私はですね、コスプレ歴10年の人妻子持ちのすごいちょっと経歴多いんですけど、基本今はもう衣装を作ってなんとか生活しているという感じです。すごい、すごい、お願いします。レイヤーさん兼制作者っていうことですね。そうですね、うん、素晴らしいですね。ちなみに今この画面で見ていただいている方はお分かりかと思うんですけれども、小春さんコスプレをしていただいております。もしかして、かわいい、今制作中のね、見える、キャスキャス組見えるこのセクシーなおへそへそ出しの可愛らしい。いいです。これもしかして自分で作られてるっていうことですよね。そうですね。今からちょっと制作して販売していこうかなと思ってる。オリジナルの。わあ、素晴らしい。素晴らしい。ちなみに今映ってるこの背景の場所っていうのも何意味があったりされるんですよね。うんうん、はい。こちらが私が今運営させてもらっている。はい。撮影スタジオになってますね。すごい、すごい。こんな感じで結構作り込みにこだわってアンティークっぽいスタジオになってます。あ、いいですね。これは、かわいい、小春さんのお店、なんていうお店なんですか。アトリエポファルっていう名前でやらせてもらってます。アトリエポファル、ポファル、かわいい。ないんですけど。いいですね。ちなみに場所とかこの営業時間だったり聞いたりしてもいいんですか。場所は南城市の大里あたりにあるんですけど、うんうん、ちょっと住宅と県っていう感じなので。あ、そうなんです。お店県住詳しいのは、そうですね、私の予約が決まってからお知らせしますっていう感じでしたね。で、料金的にはだいたい5時間で6000円っていう感じなんですけど、ちょ、時間帯はもう全然相談していただけたらもう全然対応しますのでっていう感じで。基本的には、朝の9時から2時までと、3時から8時までっていう感じでやってます。素晴らしい。いいですね。なんかクオリティが高すぎて私はびっくりしております。ね、うん、まさかこの、ね、このスタジオすごくって、カメラマンさんがいないレイヤーさんにも超優しいんですよね。あ、そうなの、うん、確かもう私が全然カメラもできるので。すごい、レイヤー兼衣装制作兼カメラマンもやれるという。そうですか、ね、天才なんですよ、この方。本当に素晴らしいですね。いや、めっちゃなんかこの、まあ、画面もしよければこの YouTube に上がる動画の方で見ていただきたいくらい、小春さんめっちゃ可愛いし、スタジオも綺麗だから
ごいいい場所ですね。あ、くるくる回ってくれてる。かわいい、ありがとうございます。ちなみにこの衣装も完成すると貸し出し衣装になるようで、皆さんも来て写真が撮れるとか撮れないとか。はい、こちらも今、まだ制作途中で本当に、これから追加していくものなんですけど、一応もスタジオで貸し出しもできつつ、あとは受注生産という形で、あ、すごい。そういう方には作ってさせる、まあ、お金いただきますって。いただきます。え、いいですね。うん、あ、ルルさんが。まあ、最近、小春さんのツイッターをちょっと私、チェックさせていただいてて、まあ、先ほど話したサイバーボックスのイベントのボクマニアの衣装も何着かやられてるという。そうなんですか。これがこの案件としては2件目なんですけど、1件目は、琉球アイドルさん、沖縄のアイドルなんですけど、すごい、その9周年ライブに向けてっていうので衣装を担当させていただきました。素晴らしい。小春さん夢かのってる、かっこいい。めっちゃすごい。もう今回2件目で来てもらってるのが、その僕マニアさんのものなんですけど、これは今も絶賛制作中っていう感じです。おっ、やってます。え、じゃあこれは6月のこれ、13日に来たら見れちゃう。そうなんです。お、すごい。まあ、私もあの最善で応援しに行くので、小春さんもいらっしゃる。もう行くしかないよ。行くしかない。今、ツイキャスのコメントで南エマさんから、おアイドルの衣装すごく素敵でしたって来ております。ありがとうございます。あと、僕マニアレイミタソさんから、レイミさん、レイミさんから小春さんの衣装を着るの超楽しみですって来ております。おお、嬉しい。すごい、頑張るね。どんなのができるのか。お一人で全部作られてるんですか。そうですね、私は基本的にお一人でやる。もうメンバー何名かいたら、その人数分の衣装を制作するっていう形になるんですか。そうですね。では今回、琉球アイドルさんはもう全員統一のデザインって感じだったんですけど、で今回の僕マニアさんはすごいもう個性が強くて、おそれぞれの一応メンバーカラーとかもあるので、もう全然違うデザインで作ってます、ね。わあ、かっこいいですね、これは。楽しみだ。めちゃくちゃ期待大で。そうだ、あの僕マニアさん男の子もいるから、また衣装の具合がまたちょっと変わったりとか。そう、え、いるの。いる、男の子が一人確かいた。僕マニアの画像、まあ、本日ダンス練習してきましたとかツイッター追っかけてるんだけど、あの中に男の子いるの。一人いますよ。え、ということは可愛らしい男の子ってこと。そう、めちゃくちゃ可愛いです。もうちょっと押しそうになるぐらい可愛い。ちょっと押しそうになるぐらい可愛い。女の子が私ですら押しそうになるぐらい。なるほど。それはすごい。小春さんが押すってことは相当可愛い。うん、やばいよ。そう言ってほしい。ヤキさんに言っとくね。はいはい。僕マニアの6名ぐらいでしたっけ？メンバー。さん全員顔見ましたけども、全員可愛かったからね。まさか男の子がいるなんて思わないぐらい可愛い。思わなかった。すごい。男の子って知らなかったぐらいなんだもんね。知らなかったから、もし俺の推しが男だったらどうしようかな。どうしよう、ドキドキしちゃう。それはそれで、それはそれで美味しいかもしれない。こんだけやってもいい。なっちゃう、ルルさん。いや、でもいいじゃないですか。いや、ぜひ楽しみにしてます。はい。ライブは、改めてですが、6月の13です。13日。ぜひ皆さん、遊びに行きましょう。小春さんの衣装もなんだちゃんも見れるということで、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。素晴らしいですね。小春さん、ちなみにコスプレ歴は10年もあるんですか。そうです。はい、びっくりしました。私もびっくり。そんなに長い間。そうなんですよ。この衣装初めて。もう今25になるので。結構若いうちからずっとコスプレされてるんですね。そしたら。そうですね。結構やってますね。いいですね。でもメインは女の子キャラクターみたいな感じですか、やっぱり。そうですね。メインは女の子が多くて、たまにショタキャラやるくらい。ショタキャラ。可愛い男の子的なキャラクター。あ、いいですね。
めっちゃ似合うんだこれまた。ありがてーかわいいよ。なんかツイッターでもよくお写真を上げられてるんですけど、クオリティが本当に高くて。あの、私めっちゃ興奮したのがカードキャプターさくらのコスプレをしてるのがめっちゃ興奮しました。 ありがとうございます。本当に今日もちょっとね、さくらちゃんにしようかどうしようかっては迷ったり、ちょっと自分の衣装の宣伝と思って。ぜひぜひ。いや、いいと思います。どっちも可愛いから、はい、ありあり、うん、しかもどっちも手作りですよね。そうです、さくらちゃんも。すごい、もう自分の体型に合わせて、じゃあもうぴったりな衣装を作れるっていうのめちゃくちゃいいです。そうです。もちろんもちろん。うん、ってことはもうお客さんからもしオファーがあった場合も、その人の体型に合わせたキャラの衣装を作れるっていうことですよね。そうですね、一応作れるんですけど、うん、結構その自分 の、 あ の、 その人に合わせたっていうのが結構大変なので、うん、あ、そうです。基本的には、うん、なんだろう、ある程度 M サイズとかって決まったのをちょっと絞っていくみたいな。ああ、なるほどね。そうそう、合わせていくのが結構多いですね。素晴らしい。うん、ルルさんどうしました？CM でーす。はい、さんどうぞ。はい、ではでは続いてのコーナー行ってみたいと思います。エピソード1ナイト人狼のコーナー、イエーイ。では、ナナちゃんルール説明をお願いします。はい、ここからゲストさん、小春さんも含めてみんなで人狼ゲームを行っていきます。一人30秒ずつプレゼンをしていくんですけれども、一人だけ嘘つきが混ざっています。この嘘つきを探していくゲームになっています。皆さんもコメントで参加しちゃってください、はい、今週のお題は母の日の思い出です、うん、それでは、はい、ナナちゃんでしたっけ。いや、ナナちゃんじゃなくてニャン吉でございます。ニャン吉さん、よーひスタート。はい、ニャン吉の母の日のエピソード、それはですね、まあ、忘れもしない印象深いのは高校生の時ですね。今までお母さんにはカーネーションとかをこのスーパーで買ってきたちっちゃいこの何百円かのお花をあげてたんですけど、高校生になったら結構ちょっと貯金が溜まってくると、そこでいつもよりもちょっといいやつ買おうかなって思って、ニャン吉が思ったのがブリザードフラワーを買ったんですね。そしたらいつもと違うこの誕生日じゃねえ、このプレゼントにお母さんめっちゃ喜んでくれて、ちょっとうるって泣いてくれたのがめっちゃ心に残ってます、はい、終了でございます。はい、話だ。よーいスタート。はい、私もお母さんに送ったプレゼントの話になるんですけれども、私も結構ドラマで貯金とか貯めてってお母さんとかにプレゼント送るタイプなんですけど、はい、あの高校生入ったらバイトできるじゃないですか。そのバイトの、うん、働いたお金でたまにいいものをプレゼントしてあげようと思って、うん、貯めたお金であのマッサージ機買ってあげたんですね。すごい。そしたらめっちゃ使ってくれてて、めっちゃ親戚中とかに自慢してもらって、めちゃめちゃお母さん可愛いなと思ったのがめっちゃ印象に残って、今も使ってくれてます。思い出です。いい話だな。それでは、ルルさん、はい、よーいスタート。ま、ルルさん、正直言ってあんまりそれとした思い出がないんです。そうなんだ。だから、ここ10年ずっとやり続けてることは、うん、10年も。そうそう、洋服を買ってあげる。おー、まあ、ちょっと高めの、いい感じの、まあ、カリシウェアとか、うん、カーディガンとか、でパンツ買ってあげたりとか、うん、おしゃれなやつを買ってますって感じでございますね。まあ、ちょっと後でもっと深く喋ります。以上です。それでは、小春さん、用意スタート。はい、実はですね、ちょっともう本当に最近、の母の日なんですけど、あ、まあね、私も母なので、うん、最近旦那からね、このカーネーションをもらったんですよね。で、あ、やっぱ嬉しいと思って、もうそれを大事にこう花瓶に入れて飾ってたんですけど、うんうん、息子にガシャンってそれでガシャンって踏まれちゃって、うん、終了。いやー、悲しいけど強い印象に残るエピソードや。それでは議論は6分間です、はい、用意スタート、おはようございます。おはようございます。あ、そうですね、ちょっと続きを、はい、おはるさんからいきましょう。そうなってたんですけど、うんうん、ごめんなさい自分から。かわいい。可愛いから許しましたっていう母の日なのか、なるほど、子供のエピソード。そう、可愛いんだよな。いいですね、直近であった出来事だから、なんかリアリティがめっちゃあったなって。そう、あれ、そう見せまった。
可愛かったです。小春さん、ちなみにこのパーソナリティ3人のお話聞いてて、なんか気になるようなこととかってありました？でもブリザードフラワーって洋服はなんか、あ、まあ確かにあり、やりやすいっていうか、うん、なんか10年やってるっていうのもすごいし、実況性ありそうだなっていうのもあったんですけど、うん、ブリザードフラワー、あ、私、うん、ごめんなさいね、僕基本的にブリザードフラワーが分かんない。ドライフラワーと違うの？同じようなもんですかね。このお花をなんかこの本当に本物のお花を一応なんか保管しやすいようにしている造花ではないけど半分お花みたいな感じのやつです。ちょっとした飾り箱に入ってたりとかしますよ。普通のお花よりも長い寿命を持てるみたいな感じです。僕は、うん、正直ナヤキスさんちょっと疑ってるんですけど、マジっすか、うん、忘れもしないっていうフレーズから入る人って、うん、俺もやっちゃうんだけども、うん、聞いた時確かに忘れもしないって使っちゃうので、そうなんだ、私は人狼じゃないけど使いました。まあそれに対して、まあ、ナナちゃんどう思うかなと。ナナちゃんどうぞ。いや、私はちょっと人狼じゃないんで、そういうじゃないだろって感じはすごいんだけど、いや私ルルさん、まあだけど、まあ、男性がねわざわざね母と一緒に出かけて一緒に服買いに行くってなかなかほのぼのして良いかなと思ったりもするので、ね、僕一人で買いに行きます。あ、贈り物として買ってプレゼントするっていう感じ。そうそう、なるほどなるほど。これは着れないみたいなのとかないんですかね。あれとか3A で買うと、うんうん、サイズ交換券がもらえるんで。あ、あるある。そうそう、でうちのお母さん142ぐらいなので、ね、身長がちっちゃいから S サイズを買うんだけども、うん、まあ、裏に身長何センチ用って書いてあるから。あるあるある、タグにありますね。毎回絶対交換するね。まあちょっと、あ、何ですか、何ですか、逆だった、逆だった、大きすぎてっていう。え、はい、はい、私でもやっぱりなんかなんだろうな、小春さんの話も良いなって思ったし、ナナちゃんのお話も分かるなって思ったんですよ。女性目線、このプレゼントマッサージ機とかね。でルルさんの話だけ母の日じゃなくてもいいなって思っちゃったんですよ。なんか誕生日の話じゃないってちょっと思っちゃって。あ、そういうことか。そうそうそう、嘘だとしたらそこで、私は結構本当にお金貯めて高校生になって初めてちょっといいやつ買おうってして頑張ったのがブリザードフラワーだったんですよ。それが お花屋さんに行った時にカーネーション売ってるんだけど、それよりもちょっと高いこの3000円ぐらいのねやつがあって、そう、それを頑張って買ったっていうこの成果を認めてほしいなって思ったな。ああ、でもニャンキーさんに言うね。はい、僕はまあ最初とニャンキスさんのこと言ってたけども、うん、今日は俺とニャンキスさんが一緒になれば人狼釣れると思う。またやってるよ。出たよ出たよ。いつものやつじゃんそれ。こんな感じなんですか。そうそう、こんな感じ。いつもこう。誰が人狼かっていうと、はい、小春さんじゃないかなと思って。え、小春さんなの？逆に。うん、で、小春さんとナナちゃんって俺の中で、ね、似てるキャラなのね。キャラ。人狼であればあるほど、うん、もうネタを準備してから、あ、うまい、うまい、うまいことやってんじゃないかなと思って。市民になればポンコツだからな私。でもそうなの、まあ、ニャンキーさんに任せるけども、まあじゃあ小春さん、小春さん、お、聞きたい。まあ今ちょっともう半分折り返し点なんですけども、そうなんですよ。誰が欲しいですか、うん、で誰が村かまで行ってほしいですか。あー、行ってほしいですね、信じれる人。でもルルさん怪しい、怪しい、ルルさん怪しい。一番最初僕そんなに怪しまれてないのに今怪しい。そう、確かにそのさっきのニャンキさんのなんかお誕生日かもしれないっていうのは、あ、確かにその値段でもだったらルルさん洋服ってそんな10年前、あ、まあ、10年ルルさんの年齢が分かんない、うん、10年買ってる、あ、でもどうなんだろう、本当かなってちょっとね思いますよね。え、ちなみに誰の話が良かったとかあります？この人は本当言ってそうみたいな。あ、でも、まあ、本当だったらブリザードブドウ、ブリザーブドウいいな。ブリザードブドウってブリザードブドウがいいかな。いいね。
いやだけどこれ誰でも疑いたくはないですよね。そうなんだよ、ね、心が傷つくよね。なんか本当の話っぽくて、ね、でもね、ヤギさん、はい、ナンナちゃんもあるよ。いやないよ。いやだって私バイト代超貯めて、ない、あの3万近くしたマッサージ機買ったんで、バイト代で高校生が高校生がそれを買うのはすごい。でこれ3万円したマッサージ機ってアリボーさんの時に自分で買い物した時の、あ、いや、あれとは違うんだ。あれはお父さんとね、お母さん私で買ったんだけど、あれとはまた違う。マッサージ機が入らないって言われて。ヤンキーさんどうぞ。やばい、難しいですが、同様の時間となりました。それではですね、私が3、2、1とカウントを取りますので、嘘をついてる狼だと思う方の名前を呼んであげてください。では、皆さん、決まった方は何かポーズをとってください。何でもいいですよ。いくぞ。では、狼だと思う方の名前を呼んでください。3、2、1。おはるさん。ヤンキさん。お、ルルさんって言った人、はーい。はい、はい、2票ですね。で、ルルさんが小春さん、小春さん、ナナちゃんがヤンキチさん、ヤンキチさんということで、ルルさんお願いいたします。なるほど、まあ、ちょっとツイキャスコメントを拾っていきま す, そうです、ね。ゆうみさんはルルさんに1票入れております。かっちゃんさんはナナちゃん、うん、で、沖縄のカリドさんルルさんに入れております。ちゃんもりさん、小春さんだけは絶対ムラってきております。で、アラさん、小春さんは絶対ムラってきております。うんうん、こう以上でございますね。はい、かっちゃんさんは小春さん村って言ってます。すごい、小春さん信じられない。 俺が狼か小春さん村かっていう意見で、ね、コメントは。はい、そうやね。ルルさんを追放して村に平和が訪れたのか。人狼さん、カミングアウト。そっかー、そっかー、うまいなー、うまい。いや、ルルさん、ま、ギリギリまでうまい、うまい。なるほど。もう直近のやつで、はい、とりあえずリアルを混ぜながら言いました。まあ、詳しい話は後ほどってことで、そうですね、残り番組の方1分半となりましたので、はい、これだ、まあ、今後やりたいこととかね、告知したいことを最後にちょっとお話お願いいたします。はい、今衣装着てるんですけど、こういった自作の衣装とかも今後制作して販売していくっていうのと、あとはアトリエ小春の今いるスタジオですね、それもちょっともういっぱい受付してるので、ぜひ撮影をお待ちしてますということで、あとはアイドルの衣装、衣装案件ですね。いろいろお待ちしてます。待っていっぱい。言いたいことがたくさん。言いたいことがあるよ。言いたいことがあるんだよ。わからん。何これ、ま、もう。え、まだまだあります。あ、まだ、あの、あと40秒くらい。あ、じゃあ、いけるわ。スタジオなんですけど、はい、こんな感じでね。おお、あ、おしゃれ。あ、めちゃくちゃ綺麗。シャンデリアもあって、時計もあって。なんですけど、うん、そうなんです。いろいろ揃えてはいるので、うん、何かこういうのないかな、こういう雰囲気の撮りたいなとかっていうのもあれば、うん、こんなセットとかじゃなくても、私なんだろう、雑誌っぽい感じのとかも作ってみたいので。おお、作り込みからこういうイメージでやってほしいとかっていうのもあれば全然お引き受けいたしますので、案件いただけたら嬉しいなと思います。強い。ぜひぜひ予約させてください。使わせてください。ぜひお願いします。また来週。来週、ほいもさんから、お、はい、僕まりアーシャも小春さんのスタジオで撮りましょう。嬉しい。これで、我々プラス16名のツイキャスの人が聞いてますから。聞いてますよ。これで宣伝写真が別のところでスタジオ撮ってたら訴えましょう。あ、訴えましょう。坂本さん、これもう現地撮った、現地撮った、現地撮ってるからね。あの文章残ってますよ、スクショにもう撮られちゃいましたからね。これもこの映像だけは YouTube のおまけ動画として載っけてくるんで、逃げられないやつ、現地撮りましたっていう2020年5月10日。